どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はシーズン3では弓は生き残れるのか、新要素を弓視点で解説となります。シーズン3始まりましたね。新武器にスペシャルも増えて、ちょっとずつ環境が変化してきているかと思います。トライストリンガーはシーズン2のように何も変化なく使えるのか気になるところです。ということで今回はシーズン3を弓視点でプレイして感じたことをまとめていきたいと思います。バンカラと X マッチをしてみて結構大丈夫かと思うことがありますからね。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず新マップのナンプラー遺跡から見ていきたいと思います。個人的には好きなマップの一つになりましたね。新マップの公開時は縦長のマップだったので不安の残る印象でした。インクレールも目立ってましたからね。ゴンズイ地区のように何かとポジションに侵入されて攻撃が動きづらくなるという印象を持ってました。ですが実際にはちっちゃい段差やポジションが用意されているので攻防戦が楽しいマップになっていると思います。エリアに関しては確保場所が2つに分かれているので維持と攻めがバランスよくできて楽しいなと思います。トライストリンガーを使う上では高い場所がそこまでないので局舎を通しやすく見晴らしがいいマップだと思います。中央の高台を取るだけで敵のいそうなポジションが見やすいのも特徴ですね。見えなくても浮き打ちがしやすいっていうのもありました。押し返す実力があれば詰められても取り返せるようなマップなので、しっかりメインを当てていきたいですね。続いてはマンタマリア号についてになります。プラ2に比べると通路が圧倒的に広くなりましたね。というか違和感があります。通路だけでなく中央の柱と網の通路も広くなっているので、以前よりも中央の争奪が大事に感じます。後衛ポジションの取り合いにもなりますので攻めていきたい部分ですよね。またガチマッチにおいてガチ方向の左ルートがなくなっているのも気になりました。ルートが絞られるという状況になっているので、ガチホコはちょっと難しいのかなというか、まあ対面力が試されそうだなっていうのが正直あります。で、トライストリンガーを使う上で気をつけたいのは、中央の柱に依存しすぎて前に出ないということですね。というか、その先を確保しないと常に防戦一方になりそうですし、何よりカウントが停滞気味になるなと思っています。前線に出るというのが非常に大事なマップな気もしますので、敵の位置を把握して倒したら攻めていきたいところです。また中央の柱を相手の攻撃に捉えた時の対処力も必要そうですね。金網なので直当てをしっかり狙っていく必要があります。中央の広場を取るまでは思ったよりもエームを求められるマップになるなと思ってますので、まあ、積極的に攻めていきたいっていうところになりますね。続いてはデコイチラシについてです。こちらのスペシャルは公開前に比べるとちょっと残念な感じがしますね。というのもトライストリンガーはまだ大仏をつけている人が多いので思ったよりも対策がしやすい状況にあります。またデコイチラシの特性上まとまって落ちてくるので半分くらいを無効化することが可能だったりもします。前衛が攻めてきてたら別ですが、後方から使われる分にはそこまで脅威に感じにくいので対策がしやすいと言います。縄張りバトルなら最後のダメ出しとかで使えそうなスペシャルですが、ガチマッチだとちょっと残念だなーというところですね。ただポジションを取られた上で押し込みとして使われると辛い展開になりますので、壊すことは優先でいいと思います。また壊すことを優先する理由としてですが、味方の破壊意識が高いと一時的に引き返してくる可能性があるというところです。破壊する行動というのは敵から視線が外れるので一時的に隙を作ってしまう行動です。味方が危険になる恐れがあるんですよね。その負担を減らすために味方のいる周りを早めに壊して敵に集中できるようにしてあげる方がよりいいかと思います。大仏をつけていなければ脅威になりませんが、味方への影響を考えると早めに処理したいという感じですね。続いては玄関強を賑わしている帝王以下です。
いやー、これは正直ダメなやつでしょ。いや、かなり辛いなと思います。で、帝王イカについては無敵時間と機動力の良さが相まってなかなかの性能となりましたね。サイズ感も大きいことから逃げにくいっていうのもあります。また無敵時間が約8秒ありますが、これを利用すれば一時的にカウントが取れるっていうのも特徴的ですね。特に矢倉は遠くから発動して矢倉の上を一時的に取ることが可能なので、防衛の時苦労しますよね。強力なスペシャルです。で、これをトライストリンガーの視点で見た時なんですが、このスペシャルの対策ですが、正直逃げるの一択でいいと思います。というのも対策が全然できないからですね。まずポイズンミストは効果がありません。メガホンレーザーに関しても無敵なので効きません。メインに関してもパキンです。そのため変身前後の時にキルが取れなければ早めに逃げるのが一番かと思います。逃げてとにかくデスしないことが一番大事ですね。逃げ切れれば変身解除を狙ってキルすることが可能です。確実に仕留めて試合展開を元に戻すようにしていきましょう。イカロールやジャンプで避けることは可能です。なんですがタイミング次第なので無理は禁物かなっていうところありますね。まあできればノックバックとか移動速度低下があればよかったなと思いますが、ここに関しては正直残念だなというかところです。 X マッチをしてみての感想ですが、マッチングでノラコラとクロガロンを引かなければ正直以前の環境と変わらないなと思っています。というのも新スペシャルは追加されてますが、それを持つ武器が少ないからです。武器自体もローラーとクロガロンで武器の連動が必要ですし、そこまで増えたという感覚は今のところありませんでした。もちろん以前よりか増えてますが、弓を使ってるせいかそこまで遭遇したって感じではないんですよね。あとミラーマッチの関係もシーズン2と変わりがないようなので、相変わらず対面は頑張らないといけない感じです。ギアに関してはスペシャルの対策や動きが以前と変わりそうにないので、相変わらずラスパと対物は積むことになりそうかなと思います。まあ、ミラーマッチを意識するとそこまでギアを変える必要性があるのかって言われるとないように感じますね。さて現環境について弓視点からするとちょっと辛いかなっていう感じです。というのも矢倉が運ゲーすぎるんですよね。それなりに矢倉でも勝てるっちゃ勝てるんですが、クロガロンを引いた時にスペシャルのご利用しで状況が左右されるというのがあります。もちろんスペシャルを使う前に叩いてしまえば問題はありませんが、以前よりもメインの性能を求められるなぁと思いますね。やっぱ処理の能力が求められてる気がします。また新武器の追加に伴ってトリプルトルネードが増えたように感じます。その影響もあり逃げが重要になっています。このことを考えるとイカ速で逃げ切れることが大事になってくることも予想されますので、イカ速が必須になってくるんじゃないかなとも個人的には思ってますね。とにかく編成次第で動き方が大きく変わるシーズンになるかと思いますので、3月末のアップデートが待ち遠しいなっていうところです。はい、ということで今回ここまでとなります。シーズン3では弓は生き残れるのか、新要素を弓視点で解説はいかがでしたでしょうか。シーズン3は始まったばかりですが、以前よりも武器のばらつきなどは増えたように感じます。ですがとにかく帝王以下に対して何もできないのが辛いですね。そのためキルが求められる環境になっているのも、まあ、反面としてあるかなと思います。強力なスペシャルがある以上ルールのご了承ができないですからね。頑張っていきたいところかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。